はい、今は大阪の箕面という場所に来てます。すごいあの川の流れとか見えます。川の音が聞こえますね。で、今から、ここを、散歩していこうと思います。でここは、紅葉で有名な場所です。見てください、この楓。今はすごく、黄緑色、緑なんですけど、これが秋になると、赤くなったり、黄色になるのかな、赤くなりますね。すごく美しい場所で、秋になると、観光客の人がよく来ます。なんか無料の休憩所も見つけました。ちょっと早いけど紅葉みたい。靴を脱いで上がるんですね。すごい、はい、こんな感じで、休憩ができますね。でもまだ来たばっかりで全然疲れてないんで、また後で、はい、戻ってきたいと思います。この天井もすごい。この辺はなんかキノコもあるみたいだけど、これは毒キノコって書いてます。毒ポイズンかな。で、絶対食用と確実に判断できないキノコは、取らない。この漢字を使いますね。取らない、食べない、売らない、おう売る人がいるの、人にあげないってモズヤンが言ってます。かわいいね。この箕面ってとこは昔あの動物園だったみたいですね。100年前、動物園だったので、こんな面白い写真がありました。見えるかな、このラクダに乗ってますね。ラクダに乗っている子どもたちの写真、まあ、これはあここに左から読むんですね。ラクダ箕面動物園って書いてます。こんな感じで昔は動物園だったみたいですね。で今から私が行くのはこの滝ですね。こういう滝を見に行きたいと思います。はい、行ってきます。ランチ、ご飯食べるとこもあります。いやめっちゃ癒されるね。今昆虫博物館に来てます。面白いもの見つけたのでシェアしますね。ハエの頭ですね。これはなんだろう、蝶、バタフライですね。なんかいろんな顔があって面白い。これなんですかね、トンボ、ドラゴンフライかな。これなんだっけ、これなんかカマキリとかかな。あ、バッタですね、バッタ。これもなんかハエっぽいけど、これはカミキリムシらしいです。面白いですね。なんかこんな感じでいろんな、クワガタとか、お、すごっ、やばでっか。これはヘラクレスオオカブトというらしいです。すごく大きいですよ。なんか15センチぐらいはありますね。大きい。はい、で、はい、わ、なんか動画が流れた。今から出てくる写真のどこに昆虫が隠れているよ、探してみよう。昆虫かくれんぼクイズ、どこかな。どこに隠れてるんだろう、わかんない。どこどこ、あ、イエス、見つけた、ここですね。はい、
ここは蝶を放し飼いにしてますね。すごい、かわいい。たくさん飛んでますよ。見えるかな。もう至る所に蝶々がいますね。あーすごい。こういうなんか写真撮るスペースもあります。めちゃくちゃ水の音もしてかなり癒されますね。すごい、かわいい。いいですね。そう、箕面にはこんな、素敵な場所があるので皆さん、来てみてください。見て、すごい綺麗。見えるかな、すごい。先にやってきました。なんかまあちょっとした食べ物が買える場所もあります。そう、木に向かっていきます。すごいめっちゃすごい。こんな感じです。皆さん、これは何に見えますか？はい、答えはライオンです。ライオン、ライオン岩、獅子岩って書いてますね。面白い。このここが顔ですね。すごい、超ライオンに見えますね。